上面すべてが金属のヒートスプレッダーに覆われているアプタランヒートスプレッダーを分離したペンティアム4ヒートスプレッダーは正式にはインテグレーテッドヒートスプレッダーと呼ばれ発熱体と放熱器の間に挿入することで干渉体として放熱効率を高めるための構造を言う主な用途として LSI の放熱が挙げられる一般に発熱体と放熱器の間には 密着性及び熱伝導率の違いによる海面熱抵抗が存在する。海面熱抵抗は電熱経路における全ての海面の合算によって増大するため、放熱器が複雑な構造になっていた場合、海面熱抵抗による電熱の阻害も増大する。しかし拡散を受けない状態において、電熱のベクトルは直線的であるため、小さな発熱体と、 大きな放熱器を直接密着させるよりも、中程度の大きさの干渉構造体を用いた方が、放熱特性的に有利な場合がある。これは放熱器の各部から見た場合に発熱体を直線的に見通すことができ、電熱距離を少なくすることができる場合である。このため発熱体と放熱器の大きさが著しく、異なる場合によく用いられる構造であり、代表的な使用例として、 デスクトップパソコン等の CPU の放熱が上げられる。ありがとうございます。